森保監督がついにオファー日本最強の男に溺愛する。日本代表を率いる森保はじめ監督は9月27日、J1 リーグ第32節の川崎フロンターレ対アルビレックス新潟の一戦を視察した。試合は5対1で川崎の快勝となった。森保監督は試合後の囲み取材に対応し、野球界で結果を残すスター選手にも言及。日本として世界と戦う大谷さんは誇らしい、と語っている。9月27日の川崎と新潟の一戦を見守った森保監督は試合後、アメリカ MLB のドジャースで活躍する大谷翔平に言及。3年連続の地区優勝を決めたばかりだが、日本として世界と戦う大谷さんは誇らしい。素晴らしい、と笑顔で語った。チームの優勝より、大谷さんが優勝に向けてどれだけの貢献をしたのかということ。チームを勝たせるためのスーパーな活躍をされていた。素晴らしいと思います。そろそろ、野球ではなくサッカーをしてくれないかなと。野球ではいろいろやり尽くしたと思うので、リフティングする動画を以前見たこともありますし、サッカーもできるんじゃないのかなと。最後には記者の笑いも誘った森保監督。スポーツ界という大きな括りで、日本人選手の活躍を素直に喜んでいた。あのリフティング動画も見てるとかかなりチェックしてるやん。これぐらいのカリスマがサッカーにも出てきてほしいとこ。久保に遠藤に冨安、サッカー人気の方が圧倒的なんだけどな。日本メディアは大谷一色だからな。一人でサッカー投げ倒してる。ああいうタイプはサッカーやらせても上手いんだよな、羨ましい。大谷ポジションどこにするか、圧倒的にフォワードでいいな。サッカーと野球の交流とかあるのかな、吉田麻也あたりに任せるか。大谷いたらメディアが血眼になって放映権全部獲得できるのにな。優勝おめでとう。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。